悪魔の海峡、その海原を先進み、冥界の門、天国の門、それぞれの封印を解いた一行は、ついに約束の地ディアボロスへとつながるバベルの塔の内部へと侵入した。しかしその場所で彼らが見たものは、何千何万といううびただしい数の魂を絞り取るようなうめき声と、ヨハネに向けられた仲間たちの疑惑の眼差しであった。初めて投げかけられた小さな石は、やがては鎖となって水面に大きな波紋を広げ、ついには濁流となって大海へと流れ出すのであろうか。おいじいさん、あんたは天国の門とかいう聖域の前ですら自分の名を名乗ろうとはしなかった。あんたの正体は一体何なんだ。わしはかつてこの上空にある約束の地で生命の木を守護していた。すまんが、今はまだそれしか言えんのだ。そないにもったいつけへんで、素直に教えてあげはったらどないです。この声は例の色っぽい姉ちゃん。いまだに名前すら教えてなかったんやね。うちの名は放浪の大神官ルカ。確かヨハネはんももともとは大神官の出身やったわね。でもお互いにそれは仮の姿。そう、この世界最強の魔力を誇る黒き羽の大神官。しかしてその実態は、我ら創世紀戦争で勝ち残った黒き羽の大天使たちが現代に転生した姿なんよ。大天使だと？貴様ら自分たちが神に仕える大天使だってのか。どうやらうちが転生するためのよりしろやったルカと同じように、ヨハネはんもうすうすは感づいとったみたいやね。今の自分の体が大天使の魂を転生させるために選ばれた単なる器に過ぎないってことに。覚醒したうちの本当の名は、娯楽と快楽を司る大天使リリス。創世紀戦争といえば何千年も昔の出来事のはず。あなたやヨハネさんがそんな神にも等しい存在だというのですか。わずか 2,300 年しか寿命のない下級なる天使たちとは違って、うちら大天使はこの鎧を受け継ぐにふさわしい強い意志を持ったよりしろさえ見つかれば、自分の魂を鎧に移し替えて
何度でも転生を繰り返すことができるんよ。それじゃあヨハネのおじいさんも僕らの敵なの？ヨハネがあんたはんたちの味方？なんも分かっとらんようどすな。ヨハネは本当のこと教えてあげたらどないどす？まあよろしい、うちが言うてあげるわ。あんたはんたちはな、エデンの園と呼ばれる大陸がまだ健在やった自分に地上に降りていった。罪深き白と黒の下級天使と言葉をしゃべるお猿たちとの間に生まれた、いわば呪われたお猿の子孫たちなんよ。猿？俺たちが猿の子孫だと？何をバカなこと言っておる！まあ知らんのも無理はおへんな。何せあんたはんたちお猿のご先祖は大躍進ゴッドの怒りを凍って大洪水でみんな絶滅してしもうたんやからね。お師匠様、本当なのですか？あらあら、おかわいそうに。お猿の子孫のあんたと大天使となられるヨハネ殿とではどんなに罪深く愛しても、その思いが受け入れられることはないんやね。せやけどそんなに気落とさんといて。あんたのようにわずかな魔力や頭に小さな角が残ってるお猿の神官たちは比較的下級天使の血を強く受け継いだ、いわば遠い親戚みたいなもんなんやから。じゃあ京都たちめ見つけたぞ。この道彼らじゃ相手にならへんやろうけど。お先に上で待たせてもらいますわ。おい、こら、ちょっと待て。邪教の教えを語る愚か者どもよ、世界よ混乱と破壊に導くためについに現れおったか。よいか、神の御子たちよ、我らに対しサタン様のご加護がある限り恐れることなど何もない。奴らに天罰を下すのだ。Thank you.
どうやらここにいる限り奴らとの戦いは避けられねえみてえだな。早いとここの塔の上まで登ってここから出るしかなさそうだぜ。どう考えても罠の匂いがプンプンするぜ。じいさん、あんたこの先俺たちをどうするつもりだ。みんなはまだこの黒い羽のじいさんの道案内を信用する気でいるのか。だけどさっきのバカ女が言ってた話を本当に鵜呑みにしちまってもいいのか。だけどそれじゃあ誰の言うことを信じればいいのかな。結局信じられるのは己自身の判断力のみってことだな。僕はこの世界の真実をこの目で確かめ、虐げられた人々を救う道を模索すること、それこそがこの旅の目的なんです。弱虫の僕はもしみんなと会えなかったら、きっと今でもあの薄暗い牢屋で何もできずにずっと震えてたよ。僕はあんまり頭が良くないから難しいことはよくわかんないけど、愛っていうものがどんなものなのか、ずっとそれが知りたかったんだ。だけどそれって結局教団のやってることと一緒じゃないのかしら。愛を求めて、自由を求めて、一見教団の教えに背いてはいるけど、その目的のために何をしたのよ。自分の欲しいもののために戦うなんて、あいつらのやり方と何も変わらないじゃない。その目的のために私たちは人だって殺したのよ。それなのに私はただお師匠様の役に立ちたかっただけ。それ以外はどうでもよかったのよ。真理なんて本当はもうどうでもいいの。それは違うぞ、ルピルピ。なぜなら彼らは本能に忠実なのではなく、あくまでも自分の信ずる信念に忠実なのじゃから。人を救うことが罪になるこの世界で、自分の力のみが頼りのこの世界で、人が自分の信念を追求しようとしたとして何を恥じらうことがあろう。考えてみりゃ俺たちはこんなことも話さないままここまで旅してきたんだな。だけどじいさん、俺は少なくともあんたのことをまだ信用できたわけじゃねえんだ。結局俺だっててめえらのことを利用してただけに過ぎないんだぜ。そんなのが仲間だなんて言えるのかよ。俺も同感だな。ガイさんまで何を言うんです。甘いなお坊ちゃん。ここにいるみんなは助け合って生きているとでも思ったか。もちろんです。違うな。俺たちが行動を共にする理由は何だ。そう、生き延びるためだよ。お前だってみんなを利用してきたに過ぎないんじゃないのか。え？ガイとレブロブスの言う通りじゃな。ヨハネさん？じゃが
わしはお主らに一つ聞きたいことがある。結局皆それぞれ自分はどうしたいのじゃ。わしがどうであろうと皆一人一人求めるものがあるのじゃろう。それとも何か、この集まり自体が自らの求めるものであればよいなどと考えておったのか。生き抜きたいのであろう、誰かを救いたいのであろう、それともこれまでお主たちがやってきたことはお主たちが自らを否定するようなものなのか。もう一度聞こう。お主たちはどうしたいのじゃ。そうだな、俺たちは一人一人じゃどうしようもねえ。結局バラバラになっちまっちゃ、やりたいこともままならねえんだ。チッ、やっぱそうなるのかよ。さすがはこのじいさん、長いこと大神官を務めていただけのことはありやがる。気をつけてねえとうまく煙に巻かれそうだ。じいさん、今度は俺から質問するぜ。真実はこの上にあるんだな。ああ。決まりだ。ここにいても始まらねえ。この世界そのものに俺たちの思いをぶつけてやる。ルピルピよ、わしは宣告外に真実はこの上にあると言ったが、だがしかしそれは少し間違っておるのかもしれん。真実はすでにもうそれぞれの心の中にあるのではないかな。さあ行くぞ。わしらはまだこの世界の行き着く先を見届けてはおらんのだ。
ここは？こここそが全ての始まりの場所、約束の地、ディアボロスじゃ。ここが？神話の中にしか存在しない伝説の場所だと思っていたのに。人がいるけど、なんか変な感じだな。確かに変だな。あいつらからは正気が全く感じられねえ。ひょっとしてあれは昔の人たちの魂？そのようじゃ。彼らは死してもその魂の生きどころがどこにもないんじゃ。悠久の時を経てもここはあの時のままなのか。この長いバベルの塔を這い上がってくるとは、確かに大したもんやわ。ちーと時間がかかっちまったがな。せやな、来るんがちーと遅すぎたのかもしれへんな。何せうちらは6人の大天使の鎧をきっちりと揃え終わり、すでに本格的な覚醒を始める準備も終わらせてしもうたんよ。せやけど、全国各地に散らばった大神官たちを集めて、誰が誰かを判別するのは、
えらい大変やったんや。何せ一転転生した大天使は自らの鎧を再び手に入れるまで記憶をなくしたただの大神官になり下がってしまうさかいにな。すでにご自分でも気がついておられるのでしょう。この世界に7人しかいない大神官たちの中で残された大神官は唯一ただ一人、ヨハネ、あなたこそがメフィスト様の真の生まれ変わりなのです。教皇様より直々に大邪神の鎧をお預かりになられていたことこそその何よりの証。今回の一連の行動も全ては大邪神たちを復活させかねないような忌まわしき危険人物どもを一箇所に集め、彼らが真の覚醒を起こさぬ前に速やかに叩き潰そうという素晴らしきご計画。さあこちらに来られてご一緒にそのメタトロンの鎧を取り返しましょうぞ。かつて特に大天使という名で呼ばれて恐れられていた強大な魔力を持った天使たちが存在した。今や黒き羽の守護神となった自信と傲慢を司る大天使メフィストを筆頭に、かつてのアダムの最初の妻で娯楽と怠惰を司る黒き羽の大天使リリス、全ての空飛ぶ生き物の頂点に立つ向上心と嫉妬を司る大天使ベルゼブブ、メフィストの海軍を率いる希望と強欲を司る大天使ベヒーモス、生贄を要求する収穫神で成長と暴食を司る大天使モーロック、もともとは美の女神で恋心と欲情を司る大天使ベルフェゴール、あなたは欲情の町ベギルドのアスタルテさん、天変地異を巻き起こす荒ぶる神で集中力と怨念を司る大天使アラストル、そんなあれは秘密地下組織のケルビムの親父じゃねえか。かつてのサタンの使徒がこれで揃ったというわけか。ヨハネさん。だがしかし、わしが誰かも知らんとは、お主たちよっぽど教皇に信用がないようじゃの。なんやって。わしこそはこの目で創世紀戦争を見届けた唯一残されし者。わしは転生など一度もしてはおらん。そもそもお主たちは未だに大邪神などと呼んでおるが、あの大戦に敗れ大邪神などと呼ばれるようになってしまった正義を司る大天使ミカエル、自由を司る大天使ウリエル、
勇気を司る大天使サリエル、友情を司る大天使ラグエル、人権を司る大天使ラファエル、愛情を司る大天使ガブリエル、そして数ある大天使たちの中でも最も謎めいた大天使、平等を司る大天使メタトロン。元を正せば彼らも全て同じ神に仕える大天使だったはずじゃ。第一その様子ではお主たちはまだメフィストの正体とてつかめてはおるまい。このルピルピの助力を得ながらも結局はメタトロンの鎧に宿るその魂すら復活させることができなかったこのわしがメフィスト・フェレスの生まれ変わりだなどとは片腹痛いわ。お師匠様、ということはヨハネではなくあいつが、これは覚醒を促すために食べた先ほどの知恵の実の影響。まだ遠い昔のリリスの記憶が、あかん、認められへん。だってそれは私をすわ。アンハンがメフィスト様の生まれ変わりと違うても、メタトロンの鎧さえ手に入れれば同じこと。ルカ様、ここは教団最強の邪道騎士を持って当たるのはよろしいか。ヨハネが仲間でないと分かった以上、あれの始末を優先しなければ。ヘルヴィングさん。メフィスト様がいない今、悪いがここで創世記戦争を繰り返すわけにはいかんのだね。あのケルヴィングさんがどうして。あなたなら何かこの世界のことについて知っているのでしょう。太陽とこの世界について語るべきことなど知らん。お前たちが自ら苦しんでいることを知っているだけだ。もっともこれも奴の受け売りだがな。
これがアンゲルス教団の総本山、教皇庁。ここにこの世界の真実。ユダやバールの野郎もこの先にいるに違えねえ。そう、ケルビムさんにどうしても会って真偽を確かめなきゃ。お主はルカ、あ、いや、あのリギスを追うのじゃ。あやつの行く先にお主の探すご主人様のいる可能性が高い。それにうまくすればあの女が教皇のところまで連れてってくれるぜ。私も連れて行ってください。お金を拾うことぐらいしかお役に立てないかもしれませんけど。ご主人様、私も連れてってください。ねえねえ、いいよね、ついて行っても。あなたをお役に立たせて差し上げるのが私の仕事。私もご一緒させてください。ごめんなさい、レブロブス様。よし、わかった。急げ、奴らの行動が気になる。来たか、大邪神の人どもめ。ヘルビムさん、嘘ですよね。あなたが教団の一員だなんて、大天使だなんて。バール貴様、貴様だけは何としてもこの俺がその体ごと怪人に帰してやる。それともルカと一緒に相引きの方がいいかな。うん、お前の方こそ生きたまま椅子に縛り付けてその肉を根こそぎ削いでやる。ユダよ、まさかお主までが大天使だったとはな。あら、嫉妬だったらもっとしてもいいわよ。その鎧で復活するまではただのオカマだったくせに。そうだ、忘れてるだろうからあんたが私にしたことを思い出させてあげるわ。7月6日、お師匠様のことを教えると言って私に近づく。体が目当てか。7月7日、私の服を勝手に。黙りなさい、うるさい小娘め。これ以上貴様らのザレ事に付き合う気はない。邪神を称える罪人どもめ、その罪の重さを知り。創世紀戦争の時と同じ罠にはまるとは愚かな奴らめ。体が動かない。自分からのこのこ罠にかかりに来るとは愚かな奴らめ。この教皇庁にはメフィスト様がその昔に貼られた強力な結界が存在するのだ。貴様ら、まんまと引っかかったわね、ヨハネ。私は初めからあんたがあの偉大なるメフィスト様の生まれ変わりだなんて信じてなかったのよ。この結界の中で蒸発して消え失せるがいい。
とうとうここまで来てしもうたんやね。どないして、うちが相手では本気になられへん言うの？違う、本気で戦ってへんのはうちの方やわ。なんとか言いなはれ。お前は一体何者な？メタトロンの鎧を着ても鎧に食い殺されない。やっぱりあなたは。ルカよ、下がりなさい。せやけど、あなたの役目はもう終わりました。もういいここまで来れるとは、さすがは大したものですね。それゆえにまた新たな、あなたは私たちのことに会いたいのでしょう。それならばこの祭壇の上に、さあ今こそ勇気を持って真実の扉を開けるのです。